数学クイズ。三角形の決して難しくはない発想を要求される問題です。では始めましょう。図の三角形 ABC において角 B、角 C の二等分線が交わる点を F とし、点 F を通り BC に平行な線 DE を引くとき、三角形 ADE の周の長さを求めてください。制限時間は50秒です。解説をします。 DE と BC が平行により錯覚が等しいので、角 DFB イコール角 FBC。 角 EFC イコール角 FCB が成り立ちます。すると三角形 DBF と三角形 EFC は底角が等しいので二等辺三角形です。よって DB イコール DF、 EF イコール EC となります。よって三角形 ADE の周のうち DFDFE を右図のように移動させると、三角形 ADE の周の長さは AB プラス AC と一致するので、その長さは11たす10を計算して21センチとなります。